はい、えー、アトラスラジオの時間がやってまいりました作家の山口美太郎です皆さん元気に過ごしておりますか、えー、僕はですね、今週末で夜また一人でたった一人で録音機を回しております、えー、横ではきなこがまたいびきをかいておりますが途中で起き出してブルブルブルとまたいつもの,あのブルブルをやるかもしれませんが まあそれはワン行ゆえのことなのでご理解いただければと思います。えー、それで今日は何の話をしようかなと思ったんですがえー、っとまあいろいろ話はしてきたんですけどもまだ話してない話が結構あります。杉沢村について話をしようかなと思っております。はい。これ杉沢村という あのキーワーワド皆さん一度は聞いたことあるんじゃないですか、えー、杉沢村まあねえまああの新ララジオでもね時々そういう話が出たりするんですけども俗に言う村系都市伝説、まあ、僕は勝手に村系都市伝説と名付けてるんですけど村系列の都市伝説、まあ、今でこそいろんな村系の都市伝説がありますね大日本帝国村とかね あのねジェイソン村とかねえー、ねかなりあのいろんな村があってですね男の子が生まれたら殺しちゃう村とかですね、えー、まあ女しかいない女人村のことなんですけどもさまざ、あ、まな村があると言われてますその最も元祖になった話というのが杉沢村伝説です。 で杉沢村伝説、ま、ず伝説説ままずの内容を紹介しますね、えーっと,まあ、杉沢村という村が昔あったとで、まあ、東北の某所にあったということなんですがでその村でですね、まあ、ちょっと精神がまあね行ってしまった男がいたとで大量殺人を行う凶行に出てしまったとで それ以来、えーえー、そこは呪われた村と言われるようになった。でね入り口になんか目印となる、ね、石碑があるとか鳥居があるとかいろんな説がありましたね。で大量殺人が行われてその村は地図から消えてしまったというふうな話になってるんですね。でまあこれはですね まあ、おいおい解説していきますけども大量殺人が行われて村民の、ね、大部分が殺されてその村が消滅これ大変なことですよね。本当にここんなことがあったんでしょうかっていう感じなんですがでこれで、ね、最初に扱ったのはナックルズだったと思います。えナックルズが扱ったのと ほぼ同時期に預かったのが「日本の七不思議」というサイトをやっていた太郎さんでもうねこの当時から2000年より前からホームページを持ってたってまあいた子28号さんと僕とね、えー、まあそういう古い人間だったら知ってた知ってるはずなんですけどまあいた子さんもね僕も。 君太郎さんとは付き合いがあってですね、あの、一緒に現場行ったこともありますし、ね、一緒に飯食ったこともありますし。で、君太郎さん、もうね、ここ、そうだな、10年ぐらい、音沙汰がないですね。どうしたんでしょうか。自分が都市伝説になっちゃいましたね。えっ、ー、とね、5年、5、6年前かな。7年ぐらい経つかな。 うん、まあある電車に乗ってましてある場所で全然違う仕事をやってるきび太郎さん偶然見かけたことがあるんですよ。で目があったんで向こうも気づいてるんじゃないかなと思うんですがまあねどういう事情でそういう仕事をやってんのかね分かんなかったんで僕は声かけないで奥野がまあ ね、配慮だと思って声をかけなかったあまあね都市伝説の研究やめちゃったのかななんて感じですけどね「キビさん、ね、また連絡ください」はい、で「厳太郎さんが『日本の七不思議』というサイトをやってましてあれがですね日本中の噂を網羅してたでナックルズと同じタイミングでですね、えー、杉沢村の情報が『日本の七不思議』に載ったんですね。 俺ね、若干ナックルズより先だったんじゃないかなと思うんですけど、日本のナウフシが。そこら辺ちょっとね、あの、記憶が定かでないんですよ。それでね、マスコミからもね、キビさんのとこに連絡があったみたいですよ。杉沢村、そんでアンビリーバーがボが取り上げるんですよ。アンビリーバーが取り上げて、それで一気にブレイクするんですよね。で、アンビリーバーが取り上げるときに、 杉,杉沢村について「吉備さん吉備太郎さん教えてください」という問い合わせがあって <coughs> あのスタッフにこう具体的に証言をしたという話を当時僕は吉備太郎さんから聞きましたで、まあ、当時吉備太郎さんの感覚によりますと、まあ、実際ですね青森県の某所に あのまあある地名の場所があるんですねでまあその場所はまあもう明確になってるんですけどここで明言することは避けます、えー、まあこういう場所があるとでここの場所が村,村というかまあ集落人が住んでた形跡もあるんですけどもこの事件とですね同じく青森県内で、ね、昭和の頃かな ね、平成の初期かもしれませんけど行われた殺人事件一家7人くらい殺しちゃったんかなこれがごっちゃになって杉沢村伝説が出来上がっていったというふうに僕は木々太郎さんから聞きましたよねだからこれはねちょっと今となっては検証のしようがないんですけどもそういう話を聞いた記憶があります。で あのー、まあ,あそういうものがあるんだそういうのができるんだなって感じでしたねで同じタイミングあの紙面でねナックルズの紙面であの杉沢村のねこれが杉沢村だっていう写真もあれ写真がもうちょい後だったのかなこれ僕もちょっと覚えてないんですけど雪に包まれてるね杉沢村の写真っていうのがナックルズの紙面に劣ったんですよ。 で僕はねかなり興奮しましたよね。でまあ実際読み進めていくと実は杉沢村のね写真ではないということが分かるんですけどもまあそういうなんかね杉沢村創世記というのはですねそういう吸ったもんだがあったと。でじゃあこ,とこの杉沢村伝説を一個一個解説していきますけどねで杉沢村伝説というのはですねまあはっきり言って八坂村の焼き直しです。 これはもう否定のしようがないですね戦争中にですね村民のうち30人殺す30人殺し津山30人殺しというのがありますね都市ボーイズの早瀬君が出身地なんであの知ってる方も多いんですけども津山30人殺しこれアトラスラジオでも昔やりましたよねこのオリジナルの次元のやつはねで この津山三十人殺しという、まあ、戦時中の痛ましい事件がベースとなってですねまあファンタジーな都市伝説が構築されていったまあ陰惨な事件ほどなんか人間の防衛本能が働くんですかね,ね保護職としてちょっとファンタジーに陥れていこうというなんか人間の 危機回避能力ですかね。なんかね、やっぱり相当ショックを受けた事件というのはですね、こういうね、ファンタジックな事件に移し変えられていく形跡がありますよね。まあ、とにかく、まあ、その後、津山事件は八坂村として近田一光助が扱うミステリー事件というふうになるわけですね。あのー、ね、おばあちゃんがこう杖をついていて。 たたりじゃー八つ墓のたたりじゃーってねあれずいぶんドリフなんかでもギャグになってねあの小学生当時小学生だった僕はずいぶんやりましたけどね,ねえまあ今どき何度かのたたりじゃーなんていうばあちゃんもいませんけどね、うん、今のおば70代のおばあちゃんは結構おしゃれして銀座で買い物してるぐらいのねなんか。 なんかシャレたおばあちゃんが多いですけどねで、まあ、それで、まあ、横美の精子の「金田一耕助シリーズで、まあ、ブームになった。で「金田一耕助シリーズまあねあの昭和の末期昭和50年代に、まあ、再び門下映画が火をつけたということで大変なブームになるんですねちょうど僕が中学生から高校生にかけて、ね、僕はだから、ね、横美の精子大好きなんですけども。 でまあ、当然その時代生きてた人たちまあ、まあ、50歳以上でしょうかねは、まあ、もう明確に覚えてる。で平成に入ってもですねさまざまな金田一航介ジャニーズの加藤くんかな、うん、あと鶴太郎さんとかね、まあ、いろんな金田一航輔が生まれて、まあ、何度も八坂村ドラマ化されたり映画化されたりしてるんですけどもまあ。<coughs> それでだいぶ下地ができていった。でねだ大体ね、あのー、まあそれで杉沢村が成立していった、ね、横尾生死子を知らない世代が大体いい30歳ぐらいになってくると、まあ、平成生まれの子たちですねうんまあそうだな今から20年ぐらい前だからうんまあ あそうか平成生まれの子が、ね、都市伝説とか興味を持ち始める1 2 3歳かな今の1 2 3歳ぐらいになった時ぐらいにまあ再びこの八坂村ではなくて杉沢村としてリ,メイクリテイクされて、えー、都市伝説ができていった、ね。それで大量殺人によって町から。 地図静,静から町が消えてしまった。村が消えてしまった。まあ、こういうふうには話がね、一般的になんですよ。で、地図から町が消えた。村が消えたってよく聞くじゃないですか。あのね、事情があって、地図から消したんだ。陰謀があったんだ。とかね。なかったことになる、し,し,しちゃったんだ。とかね。地図から消えるっていうのは、 戦争中によくあったんですよ。戦争中に、あのー、ね、部隊が駐屯地として使ってるところは、地図から消すってことは、ね、軍事施設だと、施設だとよくあったことなんですよね。だから当然、いろんな、ね、まあ、ね、<laughs> いろんな、何箇所も消されてるみたいですよ。ね、ここ,こに実は隠してるとかね。 ここにあの本土上陸決戦上陸で決戦の時はここで戦うんだとか言ってそういう地図にない山中の施設っていうのは随分あったみたいですねそれで、えー、その一帯のね村も一緒に消したっていうことがあったみたいですねそれであとね地図から消したねまあそういう話っていうのを考えていくと結構 あるんで,すよであのー、まあね実際都市伝説で地図から消えたっていうのもあるんだけど逆に地図になかったはずの町村が増えてるっていうのもあるんですよ。これ杉沢村伝説の逆ですけどね。えこんな道なかったよねこんな <laughs> 集落なかったよね こんな村なかったよねっていうのが、架空の街がね、増えてるってことがあるんですね。これは不可解な話ですよ、うんで。これはね、実を言うと、なんかね、トリップらしいですよ。コピー防止のトリップでやってるみたいです。あの、まあね、地図会社っていうのはね、それぞれ自分がも測定、測量して作った、ね、四国の地図があるわけじゃないですか。 ねそのね、自分の手を入れた究極の地図がでそれをねパクらえるとライバル社にパクらえるともう本当腹が立ちますよねそれでまあ架空の集落とか町を入れて一箇所だけもうすごい膨大な地図を一箇所だけ入れちゃうんですよで入れわざとそれでプリントアウトして売り出すでも大概架空の町ですから誰も使わないはずなんですよ でもそれを見つけるやつがいるんですよね。それでね勝手にパクった他者が勝手にパクった時は講義をするためにないはずの町が地図上ではあったぞっていうふうになっていくんですよね。まあこうしてですね地図であったはずのものがなくなったり地図でないはずのものが出てきたり、まあ、相当変なことになるわけなんですけども。 ね、あのー、実際なんでこんだけ村系都市伝説っていうのが今になってねな,なんて言うんだろうみんなに愛されてるのかっていうのがね僕は思うのはやっぱり村というふるさとを捨ててきたっていうのが一番大きい理由だと思うんですよ。村を捨てちゃった、ね、やったやぱりおお父ささんんのの代代とかねおじいさんの代に 村とか、ね、島とか、まあ、要するに限界集落ですよね限界集落を捨てて出てきたという何だろうな罪悪感っていうかな後ろめたい俺だけ都会の東京に出てきちゃった俺だけ大阪に出てきちゃったっていうのがまあ子供とか孫にまでちょっと潜在的に残ってんじゃないですかね。 結構いますよ私は大阪人ですバリバリに大阪弁使ってる割にはねおじいさんはどっか村出身だとかね東京に住んでてもねいやおばあちゃんは島から来ましただから相当あの地方の人が地方を捨ててきてるんだろうなとでまあその子供もをまくもう完全に東京人大阪人とかになってるんですけどでもね やっぱり、ね、そのね先祖墓かをそのまま放置した先祖の仏壇を放置したとかね下手すると実家がねそのまま朽ち果てていくのをそのまま掘ってきたっちゃったっていうそういうね後ろめたいものがあるんですねだから先祖墓を芝居に行かなきゃいけないとかねでね残ってボロボロになってる実家を通りがにしなきゃいけないとかそういう思いがね子供孫に伝わって。 村に対するなんかなだからそれがまあ村系都市伝説を生み出していく大きな原動力になったねだって自分の遺伝子に刻まれてるんだもんね村を捨てたっていうことがねそれがなんかねうーん人のベースに 行動ベースになってるんじゃないかな。だからね、あの。杉沢村伝説っていうのは八坂村伝説。ね。あの津山事件から八坂村が生まれ。で八坂村がもう。現実の。ミステリー小説として。鮮度がなくなった。時代に。まあ杉沢村という。リメイクして。再びヒットしたと。で横溝正史を知らない。 新しい世代が、まあ、杉沢村を広げていった。まあ、そう考えるのが一番無理がないのかなといった感じですね。で、海存という言葉があるんですね。あのね、海存。海存視聴率いいですね。あの緊急現象でも人気ナンバーワンは海村ですよ。で、外存はですね、 あれはね、小柳さんというね、緊急検証を立ち上げたプロデューサーが作った言葉です。ちょうどね、緊急検証の1回目、海損コーナーでしたね。あれがね、なんかね、あの、海損って言葉は随分広がりましたよね。あれ、緊急検証はベースなんですよ。まあ、こういうのもね、あの、語っとかないと分からなくなるからね。まあ、僕はこうやって記録に残してるんですけども、 まあ結局ねテレビに番組にしてもですねねちょっとね数字が伸びると杉沢村ってなんだって感じでねいやだからねやっぱ強いですねいくら作り話といえどもよくできてるうん横溝聖地のねあの金田地康介の、ね、八坂村をベースにしてますからそれはよくできてるのは当たり前なんでしょうけども それでもなかなかいいかか良ったで一番良かったのは目印になんか赤く塗りたくった家があるとかねなんか石があるとか,なんか言ってるじゃないですか,なんかそういうところもねなんか宝探し的な,、ね、なんか若者の気持ちを、ね、刺激することになって、ね、ちょっとドライブで探しに行こうとかねそういうブームに拍車をかけたんじゃないかな。うん まあ、杉沢村はありませんこれはですね、えー、八坂村をモデルに平成初期に作られたものですそれでナックルズとかアンビリーバボーとか、えー、日本の七不思議という吉備さんのサイトとかが最初に取り上げてまあアンビリーバボーはちょっと遅れてますけどもまあ広げていったそれが杉沢村伝説で良かったのは まあ元となったのは7人殺した一家皆殺し事件とえ実際に会って人がいなくなってしまった小杉という集落の話がいろいろ混じり合って成立していったとそういうことですねうんまあね実際探しに行った人も多いと思うんですよね。ここが杉沢村だとか 中にはタッチ悪い奴もいてね、杉沢村そっくりのロケーションを自ら作ってね、杉沢村発見とかやってましたよね。いやー、だからね、杉沢村。やっぱり、あの、ベースには僕らが村を捨ててきた田舎者の子孫だというところがね、ベースにあるのかな。東京人の大部分が田舎者じゃないですか。大阪人の大部分が田舎者ですよ、あれ。 大阪を作ったのは幕末に大阪にいた人が大阪を作ったんですよ大大阪っていうのはね幕末から大正初期にかけてですよね、その時に大阪にいた人が大阪を作ったと言えるんですよねだからねなんか後から来てわて、ね、は大阪やでとか言ってるやつがおりますけどもまあ、それはちょっと違うんじゃないかなという感じがしますよねまあね まあ、古い集落なんかこうやっぱり履修を誘うのかな郷愁をくすぐるのかなそんな気がしますよね。まあ都市伝説村系都市伝説あなたの心にヒットしたかどうかは分かりませんが、えーね、杉沢村伝説、まあ、こんな話でしたね。まあ、杉沢村ね、まあ、他にも色々 村系都市点数ありますけどもねあのもしよかったらまた情報を寄せていただければそのアドリブを元にちょっといろいろってみ探してみたいなと思っておりますアトラスラジオ過去に大日本帝国村っていうのを紹介してその噂を広げた本人の方に出ていただきましたねあんな風にですね最初ベースあの裏いの裏あのあの元ネタの ベースを広げた人って必ずどっかにいますからね必ず名乗り出てくださいね例えばねあの東日本大新さの時にあのポポポポポーンとか言ってあのあのね広告のなんか C.M. やってたじゃないですかあの C.M. がない時のように流す C.M. っていうねあの何度かもう広告の C.M. ね ななんかうまく言えないけど、あれが核兵器を意味してる爆発を意味してるっていう噂が広がったんですけどあれを作った元の人っていうのは僕知ってますよ知ってますっていうか僕はネット上でしか知らないんですけどあれ私ですって名乗り出て出くれましたよね。で、広げる前の話をねいろいろ教えてくれましたほらこんな風に予言してるここをいじってこうすれば早く都市伝説成立みたいな。 こうういね割とねこういうね,割とね,こうい,うねいたずらっ子な人がいるんじゃないのかなねなんかそんな気がしますよ。うん、まあ都市伝説ってのは、ね、こんなところで広がっていくんですねアーバン・フォークロアなかなか面白いですね。はいじゃあ今日はこの辺りにしたいと思います。えー、っとですね。あの チャンネル登録よろしくお願いしますねあと SNS で拡散してください SNS で拡散して、えー、ね、ぜひ宣伝してくださいねあの山口さんのねこの番組面白いよとか過去の番組でもいいですあなたの Twitter あなたの Facebook にリンクしてこのネタこんなネタ番組で紹介さしてますよと 紹介してください。で、お友達にチャンネル登録を進めてください。あの、面白かったらチャンネル登録してね、と。もう口コミで頑張っていくしかないので、ね、あの、皆さんの応援が、せめてものを救いになると思います。はい。それから、えっ、ー、と山口琳太郎、サイバー・アトランティア、陰謀論等、やばい話はこちらでしております。陰謀論がお好きな方、 山口斌太郎サイバーアトランティアで検索してください。えー、ね、ベルマが六百人ほど読んでおります。えー、ね、結構面白い内容も盛りだくさんで、かなり攻めてると思いますよ。かなりガン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 攻めてますよ。ね、サイバーアトランティアぜひお読みください。はい。えっ、ー、とそんなとこですかね。九十九パーセントの日本人が知らない陰謀論。 これ耳でで聞くオオーディオブックで発売しておりますまあ僕もいろいろ、まあ、作家なんてね、まあ、本を発売したりねこういろいろやっていかないといけないんですね。それから「えー、世界の陰謀大全デラックス」えー「宝島から出ました」これコアマージンから出た陰謀論の本とはまた別にですね「えー、こあの宝島からも出ました陰謀論」 え陰謀大全デラックスこれ直キマン、えー、ベンジャミンフルホード山口美太郎と、えー、豪華な顔合わせでね話題になってますけどもぜひこちらの方もお読みいただければ幸いかなと思っておりますはい、えー、じゃあこんなとこですねはいメールで連絡待っております、えー、様々な陰謀論様々な都市伝説送ってください TOKUSHIMA5566 アットマークヤフー c o j p 徳島5566アットマークヤフー c o j p までよろしくお願いしますお手紙は千葉県船橋市新高根6-27の二山口敏太郎事務所タートルカンパニーまでお願いします お、えー、お手紙も待っておりますなんか最近ね米とか野菜を送ってくれる人がいるんで本当にね食べきれないぐらいになってきましたありがとうございますあのジュースとかねいろいろ送ってくれて嬉しいございます、ね、いろいろありがとうございますねなんか本当とお礼もしきれないぐらい来てますんであ本当と持つべきものはファンの皆様だなと思っております。 ね、苦しいコロナなので正直経営が苦しいですね苦しいけども負けじと頑張っておりますので皆さんも応援よろしくお願いいたしますはいじゃあそんなところでオカルトはエンタメだエンターテインメントはオカルトだご清聴ありがとうございました作家の山口琳太郎です ありがとうございます。はい。もうそろそろお眠の時間ですね。寝ながら聞いてる人もいますね。だんだん、だんだん眠くなりますね。さあ、このまま眠りの世界まで行ってください。おやすみなさい。さようなら。おやすみなさい。さようなら。 おやすみなさーい。次回も不思議の世界であなたをお待ちしております。チャンネル登録よろしくお願いします。みんなにもチャンネル登録進めてね。それでは次回アトラスラジオの時間にお会いしましょう。 ありがとうございます作家の山口美太郎でしたそれでは皆さんさようならお疲れバイバイ